阪神は18年ぶりに悲願のアレを達成し、指揮官を務める岡田監督は各メディアから名将と呼ばれ、その手腕に注目が集まりました。岡田監督は Z 世代と呼ばれる選手とコミュニケーションを取りながらチームをまとめ上げましたが、その縁の下の力持ちとして力を発揮したと言われているのが、ヘッドコーチを務める平田勝雄。そこで今回の動画では、平田がヘッドコーチに就任したいきさつなどを紹介しつつ、平田コーチが語る今シーズンのターニングポイントについても触れていきます。モットーは明るく元気。阪神を支え続けた平田コーチ。平田コーチは1981年のドラフト会議で阪神から2位指名を受け入団。常人離れした練習を課すことで有名な明治大学出身だということもあり、堅い守備を持ち味に、平田は1年目から出場試合数を伸ばし続けます。現役時代は中西清興、平田、木戸克彦の3人で NHK トリオと呼ばれるなど人気も高く、85年の日本一には7番打者ながら50打点以上を記録し、10月の試合では野球人生初という満塁本塁打を放ちました。この年に二遊間コンビを形成していた岡田監督は、平田コーチと猛練習で阿吽の呼吸を作ったといい、1985年、俺は二塁に回った。ショートが平田。二人でとにかく練習量をこなした。こんなもん口で言っても始まらない。体に染み込ませるしかない。併殺プレーは反復練習しかない。と語っており、とにかく地味な練習を繰り返し行い、目をつぶっていてもお互いのトスのタイミングがわかるほど、岡平コンビは成熟していきます。ちなみに今も岡田監督は、ショートは地肩が強くないと、との持論を持っていますが、これはコンビを組んでいた平田コーチが、当時セリーグでも有数の強肩遊撃手だったことがゆえんと言われています。引退後は、スポーツ紙で評論家活動を続けていましたが、1997年に一軍内野守備コーチとして阪神に復帰。平田コーチの指導を受けたことのある久慈照義は、僕は平田さんが一軍コーチになった時は、すでに守備に自信を持っていました。ゴールデングラブ賞こそ縁がありませんでしたが、他の球団のショートと比較しても負けていないと思っていたんです。でも平田さんからは、基礎からやり直してみないかって声をかけられて、僕が今からですかって聞くと、平田さんは、お前は天才的なグラブさばきをするけど、指導者になった時にはそうはいかんって、その後のことも考えてくれていたんです。と、当時を振り返りました。久慈はその後、平田から、笑顔でめちゃくちゃきつい反復練習を課され、その年は前年と比較して大きく失策数を減少させています。2002年に星野仙一が阪神の監督に就任すると、平田は監督専属候補及び専属運転手に配置転換が行われた。阪神では完全な戸様である星野に対して、球団内の関係性や記者との距離感について紹介しつつ、劇場型の星野をうまく操縦しており、星野からは、お前とおったらどっちが運転手でハンドル握っているのかわからんなと評価されていました。平田はこの運転手時代の経験が後に生きたと話しており、僕はこの時期にちょっとしたサラリーマン的な経験をさせてもらったんです。外部との調整とか、監督のスケジュールを把握して、周りと共有して仕事を進めるとかですね。これはその後のコーチ業でもすごく生きました。特に2軍では、この時期までにこういった練習を重ねて、1軍に出せるとか、ある程度のスケジュールを立てて選手に練習をしてもらうんですが、これを全員が把握していることが大事で、その大切さをこの時期に学びました。と振り返っています。そして星野が監督を勇退した2004年からは、岡田監督の下で1軍ヘッドコーチとして現場復帰。岡田監督が没収試合も辞さないとした2005年9月7日の中日ドラゴンズ戦では、9回裏本塁のクロスプレーでの微妙な判定に対し、監督を退場させまいと球審の橘高篤との間に入って抗議をしたこともあります。
岡田・平田体制で優勝を飾った2人でしたが、今後のコーチを育成する理由などもあり、平田は2軍監督に配置転換。現場のまとめ役になっていた平田が2軍監督に就任したことで、1軍ベンチ内の歯車は微妙に噛み合わせが悪くなり、あの歴史的 V-1 が発生します。実務的メンバーを集めた岡田監督が平田コーチを欲しがった理由とは。2008年の阪神は8月までに独走状態を築いていましたが、その後巨人からの猛烈な追い上げを食らい V-1を経験しています。その理由については様々な点が指摘されていますが、その中でもヘッドコーチ不在が最後まで響いたという説もあります。実は当時すでに岡田監督は、監督はしんどい、もうええやろと漏らしており、これは監督がかかる負担が大きすぎたことが要因と言えます。阪神では2007年からヘッドコーチ制を採用せず、投手・野手それぞれにチーフを置きました。ヘッドコーチは担当コーチと監督の架け橋の役割を担っており、平田コーチという副審がいなくなったことで、監督自らで判断し決断することが非常に多くなっていたのです。一つの例で言えば、当時右手を骨折していた福原忍はチーフコーチの進言があり、ファームで結果を残す前に半ば強引に昇格させることに。これもチーフコーチから岡田監督へ、本人は先発できると口にしているとの情報がそのまま渡ったことで、試合間の戻っていない福原を一軍に呼び戻すことになりました。結局福原の状態は本調子には程遠く、2度先発しただけでローテーションから外れる結果に。また逆に2軍で奮闘していた石川俊介の昇格は非常に遅く、担当コーチの意見が反映されにくくなり、チームは活力を失いました。1・2軍間の連携不足に苛立ちを見せていた岡田監督は、後半戦で打線が低迷した理由について聞かれると、俺は打撃コーチじゃないという言葉を残しており、コミュニケーション不足を感じさせるものがありました。ある球団首脳は、やはりしっかりと話ができるまとめ役が必要だったと語っており、確固たる野球感を持ち、選手起用にも迷いがない岡田監督だからこそ、間に1枚入る人間が必要であることを痛感していたようです。そういった苦い経験があったからこそ、岡田監督は就任直後に行った組閣で、当時2軍監督を務めていた平田コーチにヘッドの肩書きを与えることにこだわったと言われています。コーチの人選について岡田監督は自身のコラムに、昨年オフ、俺は監督復帰することになった。そこから始まったコーチの人選、結果的に実務派の顔ぶれになった。派手というのかな、そういうコーチはいないけど、コツコツと仕事を積み重ねていくタイプが多い組閣になった。と記しており、自分の野球をよく知る元チームメイトや教え子で脇を固めました。一次政権時代からのタッグになる平田コーチは、就任会見で、ヘッドだから作戦を助言するなんてとんでもない。戦術は全て岡田さんが仕切る。俺は選手の状態を伝えたり、岡田さんと選手の間をどう取り持つかを考える。岡田さんが気分よく采配を振るためにな。と、黒子に徹することを誓っています。そしてチームは、2人の手腕が機能し、岡田監督が勝負の時期と口にしていた9月に至っては、負けなしの11連勝を記録し、一気に優勝まで突っ走りました。平田コーチは、この独走について、ある試合での出来事がきっかけになったと口にしており、チームにとっても大きなターニングポイントとなっていたのです。お前何言うた？岡田監督が激怒したクロスプレー事件の真相。岡田監督の右腕として支えた平田コーチは、優勝後にスポーツ紙の取材を受け、その道のりについて語りました。2005年優勝も、同じポジションで指揮官を支えた平田ヘッドは、その変化を感じており、時には鬼の姿を見せていた岡田監督ですが、ベンチでよう笑ってるやろ、存分に野球を楽しんでいるもん、と一言。今シーズンの岡田監督は、選手が仕組んだを放てば手を叩いて喜びを表現し、ベンチに戻ってきた際には照れながらも、
見てみ、思いっきり振ったら相手もビビりおるやろ、と声をかけるシーンも見られました。平田コーチもその姿が印象的だったようで、あんな感じで選手一緒になって喜ぶ姿は前の時はあんまり見られなかった。年齢的に孫でもおかしくない年の選手を預かっているから自然とああいう姿になるのかな、と語りました。選手への接し方には変化が見られましたが、一方でその采配力は衰えるどころか増す一方であると平田は分析しており、攻めの勢いや勝負感は衰えていないどころかなお乗ってきたよ。二軍の選手も自軍他軍に関わらずきっちり見ているし、と言います。後半戦に中継ぎで台頭してきた桐敷拓磨に対して岡田監督は、これはスペードのエースやなと口にしたことがありました。岡田監督の中でスペードのエースは最も強い手札としての表現であり、本来先発候補であった桐敷を中継ぎで起用したのも岡田監督の発案でした。ファームのオールスター戦を観戦していた岡田監督は、最終回に1イニングだけ登板した時の桐敷のボールを見て、これは1イニングならものすごいボール投げるぞと判断し、後半戦からブルペン入りすることになります。岡田監督の見せたこの配置転換に平田コーチも、監督は野手目線で投手のことを見ているから、いつも相手が嫌がるボールを持っているとか、この場面なら勢いのあるピッチャーの方がいいとの指示がすごく的確、これはずっと変わりないね、と改めて驚きの声を上げています。そして今シーズンチームが一丸となった出来事があると平田コーチは言い、ぶち切れた久しぶりに、ああいった緊張感がないとダメなんだよ、とその一戦について振り返りました。8月18日に横浜スタジアムで行われた DeNA との試合、岡田阪神は1点を追う9回ノーアウト1塁で、ダイソー熊谷がセカンドスチールを試みてセーフと判定されました。ところが直後に DeNA の三浦監督がリクエストを行い、リプレイ検証の結果、ベースカバーに入った遊撃京田陽太の左足が二塁ベースを塞ぐ形となっていましたが、判定はアウトに覆りました。後にルール変更がつながることになる問題のプレーですが、岡田監督は鬼の形相を見せながら遅延行為で退場となる5分ギリギリまで審判に詰め寄りました。結局阪神はこの試合に負けはしましたが、平田コーチは、選手たちにも伝わったと思う、あの執念というかね、もう一回ピリッとするというか、監督のそういう執念を感じたゲームじゃないかな。あそこからもう一つギアを上げるじゃないけど、ポイントになったゲームの一つじゃないかなと思う、と、たとえワンプレーでもおろそかにしない岡田監督の熱い思いがチームに伝わった出来事になったといいます。平田コーチがこの場面で思い出したと付け加えたのは、2005年9月7日の対中日戦での出来事。微妙な判定が続いた末、9回守備の本塁クロスプレーでのセーフ判定をめぐって岡田監督が猛抗議を行い、指揮官を守ろうと体を張った平田コーチは、球審への暴力行為で現役時代も通じて初の退場処分を経験しています。岡田監督は選手をベンチに引き上げさせ、没収試合も厭わないと啖呵を切り、集まってきた審判団に対して、判定でごちゃごちゃ言うてるんやない、選手が一生懸命やってるのに審判が同じ気持ちはないとこっちも試合ができん、と口にして徹底抗戦を宣言しました。幸いこの時観戦に訪れていた阪神の背広組の介入があり、没収試合は免れましたが、平田コーチは、あの時球団社長とかに没収試合なら3億かかるって言われてなだめられましたけど、そういった条件がなかったら納得いくまで審判とやり合ってたでしょうね。あの時はやっぱりホテルに帰ってももうずっと怒ったままでしたからね、と当時の様子を懐かしむように語りました。またここまで岡田監督の采配が冴え渡っている点について、平田コーチは、タイガースに帰ってくるまで俺ならこうするのにというのが解説しながらもあったと思う、
若い選手が多いし、監督もやりやすいと思うよ。存分に野球を楽しんでいるようなところがあるもんね。と笑顔でその理由を明かしました。リーグ優勝を決めたことに加え、岡田監督の続投も規定路線と言われているので、来シーズン以降も平田コーチとの黄金コンビは継続されそうですね。今回は平田コーチが語る今シーズンの阪神のターニングポイントについて紹介しました。